ナイロンラインの特徴なんですけども、この後ろに、書いてる通り、ベタつきにくい、巻き癖がつきにくい、柔らかい、まあ、強いって書いてますけども、こちらと比べてもらっても分かる通り、巻き癖がつきにくい、柔らかい、ベタつきにくい、でこちらは逆に、縮れ防止とか、まあ、色の硬い、まあ、硬い柔らかいと思っていただければ一番簡単だと思います。リールから出てる、糸が、とても巻き癖がついてしまうと、こういった竿先に絡んでしまいます。でそれで、仕掛けが切れたりとか、竿が折れたりっていうようなストレスがあるので、こういった風に竿から、竿を取って出てるところは、このナイロンラインを使ってもらうと非常に、操作がしやすいです、釣りに、関しては。あと その下にある、ハリスっていうものは、直接海の中に入って魚が振って魚が逃げるので、その時に磯に当たったりとかした時に、こちらの方が強いので、海の中に入ってる分はこの強いフロロカーボンを使ってもらうっていうことが、一般的に今、ナイロンラインと、フロロラインを使い分けている理由となっています。いろんな、特性を生かして、道糸にナイロンラインを巻いて、針を結ぶ、海の中に入る部分をフロロカーボンにするというのが、今の一般な、仕掛けの糸の選択になります。